エリー運河、エリー運河、エリー運河は、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある運河。エリー湖からハドソン川上流までをつなぎ、ニューヨーク港に注ぐハドソン川を通じて、五代湖と大西洋の間の州運を脳にした運河である。東部と中西部の運搬を一気に容易にした、最初期の交通革命となった。最初に提案されたのは1699年だったが、 1798年になってやっと、ナヤガラ運河会社が設立され建設の準備が始められた。最初に、その一部が開通したのは1819年で、全通は1825年10月26日。全長363マイル、584キロメートル、幅40フィート、12メートル、深さ4フィート、1.2メートルで、肛門は83カ所あり。 それぞれ幅90フィート27メートル、高さ15フィート4.5メートルとなっている。通行可能な船の排水量は75メートルトン、68メートルトン。エリー運河は東海岸とその西側の内陸部との間の交通手岸として動物に引かせる荷車より早く、当時の荒れ地を行くよりも輸送費用が95%節約できた。派生的に ニューヨーク州西部への人口移動が起こり、さらに西の領域へ開拓の道を開くことになった。現在はニューヨーク州運河システムの一部となっている。イギリスで1761年に完成し、炭鉱とマンチェスターをつないだブリッジウォーター運河の花々しい成功は、18世紀後半のイギリスで運河建設のブームを生んだ。アメリカ東海岸と新しい西の開拓地を 結ぶために運が、あるいは人工的に改良された水路を作るという考え方は、1724年に、キャドアルダー・コールデンが、モホーク川を使った案を提案したが中にいていた。ジョージ・ワシントンは、ポトマック川を使って西部に航行できるようにする案を考え、1785年から彼の死ぬ15年後まで、パトーマック会社に少なからぬ労力と資本を注入した。 ブリッジウォーター運河について詳しかった、クリストファー・コールズがモホーク川渓谷を測量し、1784年にニューヨーク州議会に対してオールバニとオンタリオ湖を結ぶ運河の提案を行った。この提案は相当な関心を引き行動に移されたものもあったが、結局は何も生み出さなかった。ガバヌーア・モリスとエルカナー・ワトソンも早くからもホーク川を使った運河を提案しており、 二人の努力で、ウエスターン・インランド・ロック・ナビゲーション会社が創設され、モホーク側を改良する最初の取り組みが行われた。しかしこの会社で分かったことは、このような大きさの事業に対して、私的な財源では不適だということだった。起業家、ジェシー法令は、その努力が直接運河に向けられた提案者だった。法令は、ニューヨーク州北部の平原。 当時はほとんど未開だったで、大量の穀物を育て、東海岸で売ることができると考えた。しかし、法令は穀物を海岸まで運ぶ事業をやっていて、破産し、カナンデーグア債務者刑務所に入っている間に、モホーク川渓谷を使った運河の建設を提案し始めた。法令は、バタビアのホランドランド会社の代理人、ジョセフ・エリコットの強い指示を取り付けた。 エリコットは運河を作れば自分が売っているニューヨーク州西部の土地の価値をかなり上げられると考えた。エリコットは後に運河の最初の理事になった。ハドソン川の支流であるモホーク川はアパラチア山脈の北縁にあたり氷河が溶けた水がニューヨーク州に峡谷を作ってキャッツキル山地とアディロンラック山地を分けていた。モホーク川はアラバマ州から北では唯一アパラチア山脈を 横切っており、東はすでに広く使われているハドソン川に直接つながり、西はオンタリオ湖かエリー湖に近かった。そこからは内陸部の者や多くの開拓者がこれらの湖に行くことができた。問題は、ハドソン川のオールバニとエリー湖の標高差が約六百フィートあることだった。当時の高網は十二フィートまでの高低差までなら扱えたので、 360マイルの運河には少なくとも50カ所の拷門が必要だった。今日でもそのような運河は費用がかかって仕方がないが、1800年にそのような事業はほとんど想像の域を超えていた。当時のトーマス・ジェファーソン大統領はほとんど基地外沙汰に近いと言ってその提案を話にならないとし拒絶した。それにもかかわらず、 法令は、ニューヨーク州知事のデビィット・リントンの関心を引き出し、計画の調査の後で賛同を得た。世論は、圧倒的にこの計画を愚かなものとみなしていたので、この計画は、クリントンの愚行とか、クリントンのドブと呼ばれるようになった。1817年、クリントンは、運河建設予算に関して、ニューヨーク州議会の承認を取り付けた。運河は、 幅40フィート、深さは4フィートとされ、取り除かれた土壌は、包みの歩道を作るために、横の斜面に積み上げられた。喫水が3.5フィートまでの橋気が、歩道上の馬、後にはラバに引かれて行き来することになった。双方向に行き交う橋気に対し、引き船道は一つしかなかったので、橋気が離合するときは、橋気が完成力で動いている間に、 牽引用の動物から引き綱を素早く解いて、また反対向きの動物に付け直すという操作を必要とした。運河の側面は石で固められ、そこには粘土を置いた。石の細工には何百人ものドイツ人石膏が動員され、運河の工事が完成した後は、ニューヨークの多くの著名な建物の建設に回ることになった。工事は1817年7月4日に、 ニューヨーク州ロームで始まった。ロームという地下の間の最初の15マイルは2年後に開通した。しかし、このペースで工事が進めば、全通まであと30年ばかりを要することが予測された。大きな問題は、長い原生林の木を切り倒すことであり、泥を取り去ることであって、予想以上に進捗を鈍くしていた。その解決方法として、木はその頂上に綱を投げかけて、 ウィンチで引き倒し、切り株は大きな三脚式ウィンチで引き抜くことにした。泥を取り除くためには大きめの一輪車からラバに引かせた荷車に積み替えさせた。ラバと三人の作業者が組になって一年に一マイルを進めるようになり、あとは人の配置の問題だけになった。計画を立て工事を監督した者は測量でも土木工事でも素人であった。当時のアメリカ合衆国には 土木技師がいなかった。経路を決めたジェームズ・ゲッテスとベンジャミン・ライトは、判事で、あ、境界紛争を調停するうちに、測量の経験を積んでいた。ゲッテスは、ほんの数時間測量機械を扱ったことがある、だけだった。キャンバス・ホワイトは27歳の駆け出し技師で、クリントンに、自家談判し、自費で、イギリスに行って、そこの運河の仕組みを学んで来させてくれと言った。 レイサン・ロバーツは、数学の教師で土地の陶器家でもあった。これらの男たちが、ロックポートのナイア柄の断崖から、アイアンデコイットクリークを越すために高い包みを積み上げ、素晴らしい用水路でジェネシー川を渡し、リトルホールズとスケネクタディの間の硬い岩盤を掘り抜いて、すべて向こう水な工事を正確に計画通りやり遂げた。新しい作業者が到着して、 工事は速度を高めて続けられたが、1819年に、かゆがこの出口にある、モンティズマシッチに工事が差し掛かった時に、マラリアで千名以上の作業者が死に、完全に中断された。工事は、ハドソン川に向かう下り坂から再開され、陶器に沼地が凍った時に、沼地を抜ける部分を完成させた。ユーティカからサリナ、シラキュースに至る。 中間部は1820年に開通し、すぐに通行が始まった。東部の250マイル、ロチスターからオールバニーまでは1823年9月10日に、成り物入り開通した。ウォーターブリートからシャンプレーン湖に向かう南北の部分64マイルも、同日に開通を宣言した。1824年、運河の全通はまだであったが、観光客と旅行者のためのポケットガイド、 ニューヨーク州の運河の経路と内陸の商業が熱心な旅行者や土地の投機化のために出版された。おそらくアメリカで出版された最初の旅行ガイドである。モンティズマ湿ッチの後、次の難関はナイアガラの断崖を通すことであった。エリー湖の水位まで上げるためには硬いドロマイト質石灰岩の80フィートの壁があった。経路には 小さな水路から断崖を急に滑り降りる水路があり、ここを5段階の肛門を2列で通し、ロックポートの町の水位まで落とした。1つの肛門で12フィートを落とし、5段階で計60フィートを下ろして、深く掘られた水路に出た。最後の区間は、もう1つの石灰岩層である、オノンダが地層を30フィート幅で掘り抜くことだった。この屈作には、黒色火薬が用いられた。 不慣れな作業員がしばしば事故を起こし、時には岩が付近の民家に落ちることもあった。二つの集落が運河の終点になることを競った。ナイアガラ川沿いのブラックロックとエリー湖の東端にあるバッファローであった。バッファローは大きな労力を使ってバッファロークリークの幅と深さを広げ航海が可能にし、河口には港を作った。バッファローがブラックロックを抑え、 すぐに大都市になったばかりでなく、かつての競争相手を飲み込んでしまった。工事は1825年11月4日に観光した。公式に週を挙げての大祝典が催され、運河に沿って祝報が次々と放たれては下っていき、バッファローからニューヨーク市まで90分間で伝えられた。デビット・クリントン知事が乗った船を先頭にバッファローをボートの船体が出発し、 10日間をかけて、ニューヨーク市に到着したところで、クリントンは、水の結婚式として、ニューヨーク湖エリー湖から持参した水をおごそかに注いだ。運河は、ハドソン河畔のオールバニに始まり、北へ向かって、トロイで、シャンプレーン運河を分岐する。コホーズで西に向きを変え、モホーク川の南岸を進み、クレッセント北側を横切って、レックスフォードフラットで今度は南に向かう。 そこからはずっと西に向かいもホーク川が北へ転ずる、ロームまで川の南岸近くを進む。ロームからは、同いだ湖に流れ込むウッドクリークと平行に西へ向かい、湖を避け、湖の南を通り、南西にまた西に転ずる。カナストタカラは西に、ナイアガラ断崖の北縁に沿って進み、シラキュースとロチェスターを通り過ぎる。ロックポートで南西に転じ、 ィンマイルクリークの峡谷を使って、断崖の上まで登る。続いて、南南西に向かい、ペンデルトンでトナワンダクリークを使って、西に、また南西に転じる。トナワンダからは、ナイアガラ川の東流を南に、バッファローに向かい、バッファロー中心街で、エリー湖に到達する。問題が発生したがすぐに解決された。運河の全長にわたって水漏れがあったが、これは、 新発明のコンクリートで水面下を固めて解決された。そこの粘土の損耗も問題となったが、流速を 4mph に抑えることにした。当初の設計での輸送量は年間150万メートルトン、136万メトリックトンであったが、これはすぐに超過することになった。1834年に運河を完了する野心的な計画が始まった。 第一次拡張として知られる大規模で一連の建設プロジェクトにより、運河の幅は70フィートに、深さは7フィートに広げられた。肛門は広くされ、あるいは新しい場所に新設され、また新しい水路も多く作られた。さらに一部をまっすぐにしたり、直線路を迂回させたりして、1825年に作られた経路の一部は放棄されることになった。 第一次拡張は1862年に完工し、次の数十年間も小さな拡張が続けられた。今日、第一次拡張の間に作られた運河をたどる経路が、改良、エリー運河あるいは、コエリー運河と一般に呼ばれ、現在使われている経路と識別されている。拡張期に放棄された1825年運河の、残死は今日でも、クリントンのドブと呼ばれることがある。 これは、最初の建設時に人気のあったあだ名でもある。四川運河と呼ばれる運河があちこちに追加された。カユガエコールセネカから南に、フィンガー湖群に向かう線、オスウェゴで、スリーリバーから北のオンタリオ湖に向かう線、およびトロイからシャプレーン湖に向かう線であった。クルックトコ運河と呼ばれる短い運河は1833年から1877年まで。 旧過去とセネカ湖を結んだ。チェマング運河は1833年にセネカ湖の南端とエルミラを結び、ペンシルベニア州の石炭や木材を運ぶ重要な経路になった。1836年のチェナンゴ運河はエリー運河の有機化からビンガムトン結び、チェナンゴ側の産業を盛り上げることになった。チェナンゴ運河とチェマング運河はエリー運河と共にサスケハナ川系統を構成した。 ブラックガー運河は、ブラック川とエディー運河をロームで結び、1920年代まで強用された。ジェネシーバレー運河は、ジェネシー川に沿って走り、オーリアンでアルゲニー川と結ばれたが、アルゲニークオハヨがさらに、ミシシッピ川と結ぶ計画は実行されなかった。ジェネシーバレー運河は後に放棄され、ジェネシーバレー運河鉄道となった。この運河が、 ニューヨーク州へ旅行者を運んだように、フィラデルフィアやボルティモアの港からも運んだ。これらの市や州は、エリー運河と競合する手段を採用した。ペンシルベニア州では、メインラインオブパブリックワークスが運河と鉄道を組み合わせ、フィラデルフィアからオハイオ側のピッツバーグまでは1934年に開通させた。メリーランド州では、ボルティモアオハイオ鉄道がやはり、 オハイオ川のウエストバージニア州、ホイーリングまで走り、1853年に完成した。競合はニューヨーク州の中にも生じた。モホークハドソン鉄道が1831年に開通し、オールバニとスケネクタディとの間の運河部分で速度を補うようになった。他にも鉄道路線が認可され建設されるようになり、 1842年にはバッファローまで全通した。この線は1853年にニューヨークセントラル鉄道とオーバーン道路となった。鉄道は運河と同様に一般の用途に供したが、早く移動できることから旅行客は鉄道に切り替えていった。しかし、1852年には運河を通して運ばれる貨物量はニューヨーク州のすべての鉄道を合わせ物の,の13倍に達した。 この鉄道との競合は、通行量が廃止された1882年まで続いた。ニューヨークイコールウエストショアイコールバッファロー鉄道が1884年に完成し、エリー運河とニューヨークセントラル鉄道ともほとんど平行に走るようになった。しかし、この鉄道は破産し、翌年にはニューヨークセントラル鉄道に買収された。1905年。 ニューヨーク州ーバージュ運河の建設が始まり、1億100万ドルをかけて1918年に完成した。貨物輸送量は1951年には520万メートルトン、470万メトリックトンまで達したが、これ以降は鉄道と自動車との競合で減少している。エリー運河は、バッファロー、ロチェスター、シラキュース、ローム、ユーティカ及び、 スケネクタディの町に好景気を呼び、ニューヨーク市及びニューヨーク州の富と位置づけに多大な貢献を果たした。さらに中西部の農産物を東部や海外の市場に送ることで国全体の貿易額を上げ、西方への移住を奨励することになった。エリー運河の完成後にその経路に沿ってアイルランド人の社会が形成され、その大部分は運河建設の労働力としても貢献した。 多くの移民が運河を使って旅したので、ケース学者で運河の乗船客名簿の写しを欲しがるものが多かった。1827年から1829年の間は別にして、運河の船舶運航者は乗船客の名簿の記録や政府、この場はニューヨーク州に対する報告を求められていなかった。1827年から1829年の乗船客名簿のみが、 ニューヨーク州記録保管所に残されている。エリー運河は、まだ生まれてあまり時の経っていないアメリカ合衆国を、イギリスやヨーロッパ諸国に結びつける働きもした。イギリスはトウモロコシ法を撤廃し、中西部の小麦のイギリスに対する輸出口が飛躍的に拡大した。アメリカ合衆国とカナダの間の貿易も、トウモロコシ法の撤廃と1854年に、 結ばれた自由貿易協定の結果として増大した。この貿易によるものの流れは、エリー運河を通して行われた。エリー運河の成功は、模倣を促進し、多くの運河建設が続いた。また多くの技術的な障害を乗り越える発明を、行った者が結出し、実務教育の重要さに対する認識を高めもした。多くの作家が運河とそこにおける生活を題材にして、 小説や詩を残した。ハーマン・メルビル、フランシス・スロロープ、ナサニエル・ホー・ソーム、ハリエット・ビーチャー・ス等、マーク・トウェイン、サミュエル・ホップ・キンス・アダムズ、および、ラファイエット等である。トマス・エス・アレンによる、ポピュラーソング、ローブリッジは、運河の前世紀の記憶を1905年に死したもので、機械ではなく、ラバが橋気を引く光景が歌われている。シカゴ詩は、 五代この都市の中でもその経済に及ぼす運河の重要性を認識し、ウエストループの二つの通りの名が、キャナルとリントンである。アディロンダック産地の抜木搬出によって運河が侵食されそこが浅くなるという問題は、1885年にアディロンダック公園というもう一つのニューヨーク州歴史的建造物を作り出すことになった。1918年、 エリー運河は規模の大きいニューヨーク州ーバージ運河にその役目を取って変わられた。新しい運河は当初の経路の多くを置き換えたので放棄された部分もまた多く残された。顕著な例はシラキュースとロームの間である。このことで当初の運河では共養を避けていたモホーク川、セネカ川、クライド川及びオナイダ湖などの水路も航行可能なようにすることが求められた。 ロチェスターとバッフ,ファローの間のように共用できる河川がない場合は、当初のエディー・ウンガを幅120フィート、深さ12フィートに拡張した。排水量2000メートル、トン、1800メトリックトンの橋家の航行を可能に、した、この金をかけた工事は、ウンガの恩恵によくさない、州内の地域には不評となり、また陳腐化を食い止めることもできなかった。 コホーズとウォーターホードの境界でハドソン側に関わる部分の付け替えが始まった。ここでは5つの肛門を使って北西に横切り、クレセントでもホーク側に注いでいた。古い運河はこの地域からロームまで全てもホーク側に並行して作られていたが、新しい運河は川そのものを使い、必要に応じてまっすぐにしたり幅を広げたりした。イディオンでは新しい運河は川,川を用いたが、 ロームまで川と古い運河双方に並行する新しい経路が強用される形となった。ロームからは新しい経路がほぼ西に走り、ナイダ湖の入り口のすぐ東でフィッシュクリークと交わることになった。ナイダ湖の西では新運河はナイダ川に沿ったままであり、経路を短くした。スリーリバーではナイダ川が北西に転じ、オンタリオ湖に向かう。 オスウえゴ運河のために深さを深くした。新エリー運河はそこからセネカ川に沿って南に向かい、シラキュース近くで西に展示モンティズマ湿地まで続く。ここからカユガイコール、セネカ運河がセネカ川に沿って南に伸び、エリー運河はナイアガラ段階のふもとに沿って古い運河に平行に走る。いくつかの場所では、クライド川沿いに走り、またいくつかの場所では、 古い運河を改装して使っている。ロチェスターの南東、ピッツフォードで西に向かいロチェスターの中心街は避けて、その南側を通過し、ノースゲーツ近くで古い経路に合流する。そこからは古い経路の改良版であり、西に向かってロックポートに至り、南西のトナワンダでは単純にナイアガラ側に注ぐことになる。高速道路網。 鉄道及びセントローレンス回路の成長により、エリー運河の輸送量は20世紀後半に激減した。1990年代以降、商業用途は残っているものの量は限られており、ヨカ利用が主流となった。エリー湖は1年のほとんど、小さな船やいくらか大きな船でも利用可能である。陶器は一部の水が抜かれ、修理と保守に充てられている。 船の往来が頻繁な時期は5月から11月である。1992年ニューヨーク州バージュ運河は、ニューヨーク州運河システムと名前を変え、ニューヨーク州高速道路局の下に、ニューヨーク州運河会社ができて、その管轄下に置かれた。エリー運河とカユガイコールセネカ運河、オスエゴ運河及びシャンプレーン運河が含まれている。現在、エリー運河の総延長は524マイルあり、 シャンプレーン湖から首都圏及び西のエリー湖を結んでいる。経路に沿った地域人口は270万人であり、ニューヨーク州北部の人口のうち75%がエリー運河から25マイルの範囲内に住んでいる。2006年、ヨカ利用の船の通行量が廃止され、運河を利用する観光客の増加が期待されている。運河システムの維持費は高速道路網の徴収料金で賄われている。 2006年6月遅くと7月初めにニューヨーク州北部を襲った大洪水により運河の中間部、特にモホーク側の高校は障害がある。洪水による運河システムとその設備に対する損害は少なくとも1、500万ドルと見積もられている。1918年以降に放棄されたコエリー運河の部分はニューヨーク州に所有されるか地域の軍や市に活用。 または売却された。運河の多くの部分は埋め立てられ、道路に変えられた。シラキュースのエリー大通り、ロチェスターの大通り及び、ロチェスター地下鉄などである。コエリー運河の36マイルの区間は、ニューヨーク州によって、州立コエリー運河歴史公園としてありされ、モンゴメリー郡にある運河の部分は1960年に、アメリカ国定歴史建造物の認定を受けた。 地方自治体の中にはそこに含まれる運河の部分を町や軍の公園に選定して保存したり、またそうする計画がある。いくつかの地域ではコエリー運河の草木やゴミを取り除き水を貯めたところもある。ロチェスターやシラキュースの中心街では観光客を呼ぶためにコエリー運河に水を通す提案もなされている。シラキュースでは中心街のクリントン広場に コエリー運河を想起させる水溜めを作り、運河用端気や肛門の構造を展示している。2004年、ニューヨーク州知事ジョージパタキは、ニューヨーク州運河会社の汚職で批判を受けた。会社は、コエリー運河の一部の私的開発権を相場より、はるかに少ない3万ドルで、一つの開発業者に売却していた。シラキュースポストスタンダード氏の調査の後で、パタキの管理は無効化された。 州レベルの統一されたエリー運河歴史の道システム、すなわちグリーンウェイの創造は観光客を呼ぶためのものだったが、1990年代に提案された時以来、捉えどころのない目標であった。しかし、エリー運河沿いの自治体が新しい公園を作るために意義ある進展を見せ、残っている経路の質を高め、校門や水路の保存のための予算を上げるようになった。自転車や 徒歩の旅行スノーモービル、クロス、カントリースキー乗馬カヌー及び魚釣りなどが推奨される余暇活動である。この経路は自転車で動き、沿線の街に泊まりながらの数日間の簡易な旅行には適している。モーテルやキャンプ場などの施設もあり、運河への観光客を歓迎してくれる。コエリ運河にある公園と博物館観光案内。ウェブサイト下の表は？ 現在ある肛門を示している。配列は東から西である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。